はい、皆さんこんにちは、サンゼです。こうテキストのアニメーションが思いつかないときに、ほぼほぼ迷ったときにやる方法があって、この蒸発っていうアニメーションプリセットがあって、日本語だと蒸発で、英語版で使ってるエヴァポレイトっていうエフェクトがあって、アニメーションプリセットにあるんで、ぜひ試してください。これすごい、なんつうんですかね、アニメーションテキストのアニメーションプリセットって全部ね、結構切ないルックになってるんですよね。なんかぶっちゃけ言うとダサいんですけど、この蒸発だけ、なんかこう普段使ってても使えるレベルのものかなと思うんで、ぜひ皆さん、今までアニメーションプリセット使ってない人で蒸発使ってない人は試してもらえればと思うんですけど、単純に蒸発って入れてダブルクリックすれば適用されるんですけど、こうテキストがランダムに徐々に大きくなって、こうボケて消えていくみたいな。オフセットが自動的に入力されるんですけど、これテキストのインアウトでも使えていて、これを逆にするだけでテキストのインでも使えるんですよ。やっぱりこうモーショングラファーとしてやっぱテキストをそのまま見せたくないじゃないですか。やっぱり結構困った時はこの蒸発を逆回して使ったりするんですよね。結構なんかこうエモい感じに見えやすい、間が持つというか、なんかこうやってる感が出るエフェクトなんで、ぜひ試してみてください。あとは単純にこれをコピペして塗りとかで塗りにしまして、ちょっと RGB でずらすとまた新しい見た目になる気がするんですよね。 RGB でグリーンを100にしましょう。例えばなんですけど、これをこのまま使うとちょっとまだチープだなって思う方がいたら、これをグリーンとコピーして3つ使って、グリーンとレッドとブルーでそれぞれ255255で振ってってあげて、タイミングずらしてこうやって使うと、なんていうんですかね、ちょっと一瞬こう RGB のズレが生まれるんで、こう単純にテキストを作ってる時とは違う見た目のものが作れるんで、ちょっと面白いかもしれないです。普通に白だけでね動くよりも、こうちょっと少しこう RGB でずれてる感が出ると、で色もこう紫になったりとか、いろんなこうちょっとクロマっぽい見た目になるんで、テキストがすごいかっこよくなると思います。はい、ぜひ試してみてください。今回はちょっと短めの動画でしたが、困った時のテキストの出現の仕方ということで蒸発をご紹介しました。これからもかっこいいチュートリアル作っていけるように頑張りたいと思っているので、高評価チャンネル登録いただけると励みになります。よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。サンゼでした。ではまた。